始まるぞ。どうも、カのルイザーるんです。本日はですね、モデロイド、えー、ガイキング、レビューしていきたいと思います。あのー、うちの地域ですね、ガイ、この、ガイキング、アニメ放送してなかったんですよ。で、ちょっとスパロボにも出てたらしいんですけど、それもちょっとやってないんで、まあ、どんなロボットなのかちょっと、よ、よくわからないんですけど、まあ、あのー、まあ、三体合体するっていうことでね、まあ、ちょっと今回、 買っちゃいましたよ、はいまあ箱はねあんま大きくないんですよねでまあ値段値段ちょっとまあスーパーミリプに比べれば <laughs> まあうん <laughs> 安くはないですねよしじゃあ早速開けていきましょうよいしょほなんかこんな感じですね説明書 ちょっと袋に入ってますね。ふんふんふん。なるほどね。岩体は隠しますね。で、中が、ほうほう。この辺塗装済みなんですね。おー。骸骨みたいのがいっぱい。<laughs> はい。これも塗装されてますね。と、黒いパーツと、おー、なんか、なんか痛いだし。 感じがスピアのここも塗られてますねでお顔も塗られてますねよっしゃ早速組み立てて遊んでいくぞいガイキングパート1パート2 g ーパート3リー ガイキング合体完了ーーというわけで、できました、モデロイド、ガイキングいやあのですね、わかりますかねめちゃめちゃかっこよくないですかあの、一応今回なんですけど、まあ、最後に光沢を拭こうかなとも思ったんですが、あの、一応、三体合体がこの後あるんで、ちょっと、なんていうか、クリアランスとかがおかしくなると、 ガッタに支障が出る可能性があるので、まあ今回はこのま、本当に何も書けないで、書けない状態で完成としました。ああ、一応この辺墨入れだけはしました。はい。そうですね。で、あとあのシールもですね、あの、なくてですね、それでもうこの、からあの、色分けの仕上がり、まあ一部塗装されてるパーツとかもあるんですけど、まあシールなくてこれだけまあ色分けされてればもう、え、文句ないんじゃないですか。これで、 え、定価3千たっ5 0 0円。いや、いいと思いますよ。で、一応、えっ、ー、と、シールドと、えっ、ー、と、ランス、まあ、あと、えっ、ー、と、持ち用の手首ですね。で、まあ、交換用の手首が相変わらずトワーンとあって、そして何よりも、このフェイスオープンした、この胸部と、あとですね、このかっこいえあの、 顔ですね。顔のパーツもちょっと小さいんですけど。まあ、後であ、あの、フェイスオープンもやるんでよろしくお願いします。で、あの、先にあの、これだけは言わせてください。ここだけは見てください。あの、ちょっと破損注意のパーツがありまして、えっ、ー、と、ガイキングのここ、えっ、ー、と、まあ、両手なんですけど、両手のこの、肘のパーツですね。この稼働させるパーツなんですけど、説明書で言うと、この GB13 と14ですね。 ここがですね、この GB15、16のこの、ここのなんかパーツとちょ、ちょっとなんか、大きさが、まあ、合わなくてですね、さらにここの穴も、ちょっと薄い感じで、えっ、ー、と、そのまま組むと破損する率が高いらしくてですね、えっ、ー、と、一応僕、ちょっとだけ、こ、ここ? の、えー、っと、パーツを、まあ、削って、まあ、さらに、あの、相変わらずのこの相液、シリコンスプレーをかけました。あの、一応壊すよりはいいかと思うんで、あの、まだ組み立ててない方はですね、ここの関節は特に注意してください。念のためなんですけど、僕、ここもですね、一応、えー、っと、ちょっと破損したら怖いなと思ったんで、ここ、この辺の、確か、その、 軸の方ですかね。そこに愛、愛、液。愛液でいいですよね。原理一緒だし。愛液ぶっかけました。ちょっとですね、やっぱりあの、愛液ぶっかけたせいで、少しその、まあ、スムーズすぎる。ちょっとゆるーくなるんですけど、あの、壊すよりはいいのかなと思うんで、はい。 あの、気をつけてください。あの、俺もしこれ知らずに、あの、そのまま組んで、あの、またポッキリ折れてたら、またあの、残念でした動画を作ることになってたと思うんで、今回あの、ツイッターで先に教えてもらったんですけど、本当にありがとうございます。これからも情報提供よろしくお願いします。よし、そんじゃ、ガンガン、レビューしていくぜじゃあまずあの、稼働ですね。えーっと、頭がですね、 一応、ここの、なんか、顎のパーツが、こう、干渉するんで、360度は無理ですかね。で、あの、相変わらず、この、2のが、いいアクセントですよね。微妙にちょっと動かすことができますけど、まあ、ちょっと緩くなるの怖いんで <laughs>、やめておきます。で、えっ、ー、と、腕ですね。こう、えっ、ー、と、こういう機構で、ちょっとこう、前の方に持ってくることは、あ、ちょっと、あと、あ,とあの、結構、すっぽ抜けやすいですね。<laughs> よいしょ。 前の方に持ってくることはできます。で、腕もですね。まあ、あの、破損注意の部分ではあるんですけど、こういうふうな関節になってます。よし。で、足。足はですね、ここをまず、こうなんか、出すことができて、可動範囲が一気にこう、広がる、広がらせることができますね。もう、正皿って余裕ですよ、ほら。<laughs> で、まあ、これだけの可動範囲があって、足首も、 結構柔軟に動きますね。いやー、これだけ稼働するスーパーロボットいいっすね。背面こんな感じで。このブースターは特に、あのー、ま、二つのパーツだけで構成されてるんで、ここ塗装済みです。ちょっと肉抜きもまあ目立っちゃ目立つんですけど、僕はあんま肉抜き気にしないんで大丈夫です。はい。では本体こんな感じですね。じゃああの、武器とか行きましょう。まずこのシールドですね。 こういうパーツになってるんで、こうつけるだけですね。はい。で、感心したのが、ここは一応あの、溝は墨入れしたんですけど、これあの、全部あの、パー、なんていうか、ちゃんと色分けされてるんで、こう、で、こ、この黒いあの、この鼻と目はあの、塗装済みなんですよ。まあ、しっかりと色分けされてるんですよ。ほんと、最高っすよね。そして、そして、まあ、あの、このランサーですね。 しょちょっと、手首変えてみましょうか。よいしょ。まあ、こういう風になってて、ま、なり分あのー、僕あのー、<laughs> アニメ見たことがない。あお、ほんと、ポロポロ取れるな。<laughs> ま、あの、アニメ見たことないんで、これどういう風に使うのかわからないんですけど、一応で、ここの、えー、っと、ひ、じ、膝にある、この、星のパーツですね。おっと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 。 ここにつけることができるんで。しょ。気持ちちょっとですね、こう、付け替えるにはち、ちょっとか、ちょっと硬い時があるんで、なんか、ちょっと、あの、破損怖いですね。一、は、応、い、こんな感じのランサーにすることができます。いや、かっこいい、かっこいい。いや、いいよ、いいよ、いいよ。いいよ、いいよ、なんか、う,うまいですねーって感じで。<laughs> テッカマンブレードばっかりやなランサーを持たせると そして、そして、えー、っと、一応ですね。まあ、間違えちゃった。こ、こっちですね。平手をちょっとつけてみると、なんかもう、こう、ハイドロブレイザーを、こう出して投げるみたいなポーズも、決まりますね。ハイドロブレイザー <laughs> 僕です、でもですね、ハイドロブレイザーよりザウルガイザーの方が好きなんですよ。名前がかっこいいですよね、ザウルガイザーって。<laughs> おお待たせしましたお待たたたたせせせししししまますぎたかもしれませんフェイスオープンいきましょうかもうバーリカッコイイっすよじゃあちょっとゆっくりいきましょうじゃあまずえっ、ー、と胸部からですねよいしょこれに差し替えますいいねいいねで頭部なんですよ一応ですねまあ合体機構の恩恵でこれを外すことができてでこれをこうちょっと取っちゃって ヘイスオープン用の漆黒のこのマスクに付け替えます。よし。手元に戻した。あーとっとっと。<laughs> 付け替え完了しました。いや、僕はあの、めちゃめちゃかっこいいと思います。あの、もしかしたら賛否両論あるかもしれないんですけど、いやー僕は OK ですね。本当にこの、凶悪な感じが本当好きなんですよね。 なんていうかあの、ガン、ガンダムでも僕あの、ダブローに出てきたの、ガンダムハルーとか好きでですね。あれもあの、なんていうか、目が6つになるじゃないですか、丸と戻って。ああいうなんか凶悪さ。 味方のロボットなのに凶悪な、なんていうか、顔になるってめちゃめちゃ好きなんですよね。で、あの、スパロボ、K か L でしたよね。あの、参戦してたの。あれの戦闘動画だけをちょっと見たんですけど、まあこれちょっと、中国のロボットなんですけど、敵とし、敵、敵、ちょ敵役をお願いしてですね。こう、本当にもう、ボッカボコにするんですよね。殴っ,殴って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 、オラオラオラみたいな。まあ、むっちゃかっこいい戦闘シーンですよね。いや、いいっすわー。 というわけでですね。ええー、と、じゃあ今回はこの辺で終わらせていただきまして。はい、あの、まずあの、今回の動画で一番伝えたかったことは、あの、ここですね。あの、破損しやすいパーツなんで、気をつけて組み立ててくださいっていうことでですね。まあ、無事に組み上がりましたら、もう思いっきり遊んでください。<laughs> いや、あの、実は、買うの、すごい迷ってたんですよ。まあ、わかると思いますけど、ちょっとお金使いすぎなんで <laughs>。本当おもちゃね、最近高いし、もういっぱい出るんで。 なるべくお金貯めたいんですよ。ちょっとそろそろ、あの、車も買い替えたいし。で、まあ、まあ迷ってたんですけど、や買ってよかったっすわ。で、さらに、こっから、ライキングとバルキングと合体して、ガイキングザグレートにまで、 なっていくって、ちょっとプレイバリューやばすぎでしょって感じですね。いやー、まあ、ただ、残りの2機がですね、また、ちょっともしかしたら破損怖いパ,パーツもあるかもしれないんで、いろいろ気をつけながら組んでいくんですけど、いやー、さらなる合体ですね。楽しみですわー。いや、超おす、まあ、まず、外勤にの時点ではもう、超おすすめなんだよですね。はい。まあ、よかったら、買ってください。あの、今後とも皆様の購入の参考になるようなレビューを心がけていきますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。かえ 選挙ありがとうございました。本当にあの今回はですね。もうこうテンションが上がるほどですね。感動した。<laughs> あとすいません。今日でも初めてです。初めてかな。ようやくあの破損注意っていうね。あのみんなの購入の参考になることが言えたなって思います。はい、<laughs> ありがとうございました。 ショップの元店長が、秘蔵のカードコレクションや、雑貨をレビューするチャンネルを、作りました。これからどんどんレビューしていきますので、仕方ねえなあこいつくらいの、気持ちでチャンネル登録していただけたら幸いです。